ザカリー・パートンは、香港ジョッキークラブに所属している騎手。オーストラリア出身。ギフは、オーストラリアの名騎手だったジミー・キャシリー。通称はザック・パートン。2000年、オーストラリアで騎手デビュー。2002年、2003年、見習い騎手のママブリス・ベン地区のリーディングタイトルを獲得。後に、シドニー地区に拠点を移す。2006年、 サイヤーズプロデュースステークスで 5G1 ーー初勝利。2007年、2008年より香港に拠点を移す。2010年にはスチュワーズカップをフェローシップで制して香港 G1 初勝利。2011年、2012年は62勝を挙げ、東京のブレットプレブルに1勝差でセリ勝ち、香港リーディング2位に躍進。2012年にはリトルブリッジとのコンビで、 キングズスタンドステークスに勝利して欧州 G1 初勝利。2012年、2013年は88勝を挙げ2年連続の香港リーディング2位。2013年、2014年は香港バーズを勝つなど112勝の大活躍。前年まで13年連続の香港リーディングだったダグラス・ホワイトを抑えて初の香港リーディングに輝いた。2014年、 2015年は95勝を挙げたが、ホワイトの年間勝利数を更新したジョアン・モレーラに、次、リーディング2位に終わった。また、オーストラリアでは、アドマイア・アラクティとのコンビでコーフィールドカップに勝利した。2017年、2018年は136勝を挙げ134勝のジョアン・モレーラを抑え自身2度目の香港リーディングに輝いた。2017年、 2020年の香港国際機種、招待競争、ロンジンインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップで総合優勝している。2010年、安田記念に参戦したフェローシップの安城として、初来日。当日6月6日の東京競馬場、第2競争で、厚生ベイビーに騎乗したのが、中央競馬初騎乗。なお、メインレースの安田記念では7番人気で9着。 最終レースに設定されたユニコーンステークスでは泥に起上司5着に入選した。2012年の12月には第26回ワールドスーパージョッキーズシリーズに初出場。2勝を挙げ 52P を獲得し初出場で初優勝を達成した。2014年には初めての短期免許を取得。身元引き受け人は池江康史受長教師とば主の吉田勝美。 20案起乗し6勝するという好成績だったが7月20日の5レースで、かかとの古傷を痛めその後の起乗をキャンセル。途中帰国し、治療に専念した。その後、12月のワールドスーパージョッキーズシリーズに2年ぶり2度目の出場するも 20P で9位イに終わった。2015年、エアロベロシティとのコンビで、高松の宮記念に参戦。高一から抜け出し解消し、 JRA の重賞初勝利を G1 勝利で飾った。また、7月18日から8月9日にかけて2度目の短期免許取得。今回は途中離脱することなく小倉や中京に参戦し、52戦発祥の成績を挙げる。ありがとうございます。